本当雑いな本当に雑かったすごい雑ごめん、うん、雑にびっくりしちゃったじゃあテーマ決めようテーマ決める、はい夏ということですけれども、はいはいはい、お二人方、うん、夏といえば、まあ、そういえば、まあ皆さんね、うん、学生さんは宿題とかあるんじゃなかろうでしょ あるんじゃないですか ねやっぱり学生さん多いでしょうし、うん、見てる方ね宿題もうやったかいみんなやってないんじゃないやったやったかい宿題といえばさ、はい、みんなちゃんとやってたうんあでちゃんと提出はした、うん、提出はした最終日に泣きながらやった、うん、あなるほどねそう黒猫は、ね、私も早い段階で終わらせてたかも優等生じゃんでしょう、うん、早い段階で終わらせて、うん、どうしても分かんないところもう全部後ろに答え載ってるからそれをとりあえず書いてそうやってたねそうそう自分の日記とかねはいはいはい、はい、あと自由研究とかが絶対最後に残ってたから、はいはいはい、そうねあれはもうチャーナシ校頑張った頑張った、うん、頑張って泣いて提出した泣いたそうそうそう泣いたんだ俺は、うん、あれなのやっぱりいつも通り大体毎回最後まで残してもう最終日、うん、もう本当にやんなきゃって言いながら泣きながら結局出さなかったあ結果え結局出さ結果出さずに出さずに出さずに、うん、学校行くじゃん、うんうん、じゃあ宿題ね提出お願いしますって先生に言われてみんな出していて、うん、君やってきたって言われていやその君呼びなんだ なくて、やってなくて、なくて、なくてで、うんうん、やってないんだって言われてじゃあ今日残って最後までやんなって言われて居残り一晩かかりましたえでも一晩で片付いたんだ片付けた、帰りたくて、うん、すごいすごい、すごいじゃん、うん、なくてっていう言い方よくわかんないけどそこで泣きながらやってた、学校で、うん、あなるほどね暗い教室で残りながらね暗い教室電気は過ぎてたんだけど、うん、周り外がもう暗いじゃん夜中までやってたのえそれ残ってていいの残ってていいの先生も残っててでも先生は職員室で何かやってたマジか、うん、すごいな帰ればよかったと思ってさ今思えばあ帰ったら次の日また怒られるかそうプラスされるよ、ね、反省文とかは追加されちゃうからねうわもう嫌だね学校ってね私小ゲイズは昨日、はい、帰りたいがゆえに宿題をなくしたといいそして宿題を片すこともせず家に帰りましたよってつら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 反省文書かなあかんもう一番苦手なやつだや、ね、反省してないのに反省させられるやつだ感想文とか得意だった二人あの意味、うん、全然書けなかったなんか感想文書いてるとあらすじにならないなるここがこうしてこうなったのでこうしましたそうそうそうこうなりました面白かったですそうそうそうあれなんだろうねわかんねえよだってあの頃の年代にさちゃんとした文章書けて無理じゃん、うんねうん、なんとかはなんとかしてすごいなと思いましたぐらいだよねそう無茶ぶりすぎるよ作文とかマジいやまあでもまあ、うん、そういう宿題いろいろやってると思うんですけどねちゃんと皆さん溜め込まずにね、うん、俺たちみたいにならずにちゃんとやってくださいねはい。でまあ夏といえばねまあ宿題もそうなんですけれどもね、はい、いろいろやっぱり遊び行ったりとかもするじゃん夏は、うん、学校も休みだし、うん、仕事もまあお盆休みとかいろいろあったりとかしてね、うんうんうん、あれなんですけれどもみんなどっか遊び行った？うん。わちわちてわちて。俺さ行ったの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 後ほどまた別件で告知させていただくんですけど今僕ライブでツアーやってて沖縄に行ったんですよ沖縄沖縄暑いあそうだよね沖縄暑いね死ぬかと思ったようんでもね楽しかった沖縄めっちゃ楽しいよね楽しかったよ、うん、いや海とか行ったりとかしてさ、うんうん、そうそうそういや海綺麗でさめっちゃ綺麗だ ね、うん、もう水着姿の女の子とかいっぱいいるんですよいやいいっすないっぱいいるんですよいい、ね、沖縄行こう沖縄行こう、うん、沖縄行こう、うん、行こう遊び行こう思い出を残しに行こうな、うん、思い出残しにな店長消えちゃうからもう今首しか残ってる首しか残ってるだいぶ消えたなほぼ消えてるから早いぞあの雑誌の取材の時からどんくらい消えたのだいぶ消えたな結構いいペースで消えてってんだ俺いいけこれまあまあでもこっから好きがねなかなかこう消えないからそうそうそう大丈夫どんどん復活するかもしれないねだからまあせっかく言うの夏だからみんな思い出作っていこうそうだねはい
まあそんなこんなでね、謎のお話をしつつ次のね、コーナーに行かせていただきたいんですけれども、ここでね、先ほどちょっと CD を紹介した時に軽く言わせてもらったんですけれどもね、我々あのチームペットショップとして、犬猫店長として、あの神のマニマニっていう曲をね、動画で投稿させていただきました。そうですね。はい。これをね、この度ちょっとこの放送でもう一回ちょっと流させていただこうかなと言うんですけれども、よろしいですかね。お願いします。よろしいですか。準備の方って大丈夫ですかね。はい、それでは、一旦聞いていただきましょう、はい、チームペットショップで神のマニマニです。せーの、どうぞ。
はい、というわけで我々チームペットショップ犬の横店長で神のマニマニ